あーダイヤモンド3つ目きたー。かぼちゃの種、かぼちゃの種、かぼちゃ神大量生産のために使えますね。ダイヤモンドだって、ダイヤモンドだねー。すげえすげえ、もうこっから出たくないって思えるほどにすごいよこれ。ああ、スポーン6だ。スポーンなんか捨てないよ。ひで俺。戦闘士がないけど、せめてここで戦闘しとけよっていう視聴者の声なんか聞かない。聞かないんです、ごめんなさい。皆さん、めちゃくちゃ校長に素材を取っていると思うでしょ？けどね、一つだけ校長じゃない部分があるんだ。それはね、帰り道がわからなくなったった。どうやって来たかわからないんだ。危機的状況だろ？ここから巻き返すのは、グダグダマインクラフター流だと思うんだ。だから僕はもう帰るよ。もうどっちに帰ればいいかわからないけど、帰るよ。もう、行き先が不安で仕方ないけどね。あ、こっちじゃない。行き止まり。やばいな。ただ、出れるかわからないような状況になってしまったね。この川を、もう、バンバン登って登ってしたら行けたりするんかな、もしかして。そうであることを祈っておこうか。雪渓の滝登り、滝登り。登りーってアップで水終わった。じゃあまあ頑張ってみようか。ちょっと配色の方やな。あ、こっち下か。やばいぞ、全然松明置いてるところにたどり着かないぞ。え、置いた松明どこに置いた、どこに置いてこっち来たかわからない。あ、こっちかな。こっちっぽいな。なんかこっちっぽいな。あ、これが、あ、タイマス置いてある。置いてある。で、こっちからここ入っていったかな。よくわからないね。やばいね。ちょっと危機的状況。あ、こっちか。お、こっちっぽいな。これタイマス置いてやろう。お、そうそう。溶岩がこんな、あ、こっちちゃう。溶岩が来てる。どうにかして、この封鎖を止めることはできた。よし、こっちが松明あるって感じを考えたら、あ、なあ、微妙なところにあれが溜まってるか。あ、そうか、こうしてやればいいから。ちゃちゃちゃ、間違えた。これこれ、こう封鎖、ほら、ほうほうほう。ああ、これ明るかったもあれか、溶岩の上だったんだ。こっち光っとるけん、もしかしてこっちかなっていう感じがある。あれ光ったここだけ、あれ、あ、向こうか。あ、アップの遅し、一歩ミスったらこうなるってことがわかるよね。ここ誰、あ、ヒロってやつじゃ。こっ
これがこう置いたけん、こっちじゃ、こっち、やった、いい目印、目一気やけど、これだけじゃ多分無理です。これだけで変えると思ったら、大間違いだよ、あ、金がある。取っちゃおう。ちょっと取っちゃおう。もうよく逃げ目がくらむので。あら、これどうやって登ればいいのか。やばいな、登れなくなっちゃったな、これ。頑張って登ろう。よいしょ、OK。で、こう来たわけや。あれこれどっちに行けばよかったの？あ、こっちでよかったから、もう一回。ちょっと違うか。こうか。でも、タイマーズ置いてあるはずやけん。こっちじゃないと思うんだね。じゃあ、こっちか。多分、もしかしてこれかもしれん。あ、溶岩に気をつけろ。溶岩に気をつけるんだ、俺。でも、めっちゃ邪魔だ。埋めろ、埋めろ。溶岩の恐怖からされ。なんか危なっかしいところあるんですけど。あー、銃言ってる。アクア。登れ、登れ、俺。ね、引っかかっとる。やめてよね。言うのやめてよね。よし。ような気がしてきたな。なんかもう危機的状況やけんね。ようわからんようになってきたよね。自分の感覚っていうもんが。どっから上行こう。どっちが正解なんだ。正解なんだ。感じちゃったよ、このところに。あ、これなんか見たことあるな。確かこっちだったかな、俺が。あれこれ、ああ、やばい、なんか、また見たことあるところ来てしまった感がある。やば。なこれなこれ、やばいぞ。窮地だぞ。こう、長時間続いたらね、集中力が切れてね、まさに死へのエンドロールが始まるわけですよ。やばいやばい。どっちだどっちだどっちだ、え、どっちこれ、あー、どっちに行ったら上に行きそうかって考えてみましょう。コウモリ君教えてよ、俺どっちから来たっけ。わかるわけないだろう。一匹殺しとけんな。かわいそうなことしたのに教えてくれるわけないから。ダイヤモンドだって、ダイヤモンドが嬉しい、嬉しいはずの。帰れるか分からないっていう恐怖感でちょっと。帰れるか分からないっていう恐怖感でなんか、嬉しさがちょっと半減している。怖いな、動物。実行で入ったのに。ちょっとどうやって出よう。出ないとクリアとは言えない。怖いぞ、動物だい。動物だい。こうなったら自分の道は自分で作るパターンのやつや。やってやる。俺は家に帰るぞ。こんだけ素材よって入れたんだ。どうにかして家に帰らないと。男じゃねえ、道を作るぞ。上に行くための道をバンバン自分で切り開くんだ。
広いところが出てきたな。とにかくバンバン上に、とにかく上にいいから、そこそこ光があるならちょっと見てみて、もしかしたらランバイもあるみたいな。こういう川があったらちょっと登ってみる。楽に上に行けるからね。登りした先何があるかは俺には分かりません、分かりませんけど、頑張ってみます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 んです。すすす、おなんかいいところ出たかもしれん。あ、来たー、拠点ではないにしろようやく戻ってこれた。やった、もう出てこれんかと思ったよ正直。危なかった。お、てかこれあれ拠点じゃない、拠点こんなところじゃなかった。あ、これ俺の拠点のあった場所じゃない、近いんじゃない、俺の拠点。お、これ俺作ったもん。あ、やったー、ブエー、あー、やったー、帰ってこれた、帰ってきたおかしいけど帰ってこれた、やったー。あー怖い、道具って怖いね、敵出てきたわけじゃないのに怖かったな。帰ってこれたよ、お久しぶりです私の拠点様。おー、ほんと帰ってこれんかと思ったもん、やばかった。とりあえず一番奥の洞窟は攻略ってことですね。攻略、イエーイ、イエーイ。というわけで今回の戦利品の紹介とでもさせてもらいましょうか。まずはラピスラズール、いきなり見つかったもんね、チェストがあってさ、その中に、その後もいくつかどんどんチェストの中から出てきて、結局17個。めっちゃあるやん。で、次にこれですよ、ダイヤモンド。10個も手に入る。ウィジンで10個やで。しかもそのうち7個ぐらいはちゃんと掘って手に入ったもん。その時はちょっと出られるかなっていうことで心配になっとったけん。ちょっと危なかったけどね。あと、金のインゴット。マジか、インゴットの状態で見つかった、すごいな、地下って。あと金の鉱石も22個やった、合わせて26個分のインゴット。あとは鉄のインゴットもあるし、あ、そうそうそう、あとレッドストーン、レッドストーンってなんか知らんけどね、いまいち何使うか分かったもんじゃないけど見つかった。あとトロッコがあった。あの何かチェストを覆いかぶせるようにやったもんな。なんでだろう。あと、レールもちゃっかりパクってきとったりする。まあ、あとは鉄鉱石があったりね。まあ、いろいろあります。チェストもパクっとるしね。糸もいくつかもらってきて。パンがなんかあったり。とにかく大豊作や、かぼちゃの種、スイカの種、やってもったやってもったで、俺の勝ちやな今回は。勝ち勝ちって言うても問題ながろこれは。嬉しい、戻ってこれた。しかも全然戦闘せんかったけん、鎧のダメージ、ここまで綺麗に行くとは思わなかったぜ。はっはっは。やってもったな、俺。正直、この出方は、ちゃんと入り口から戻ってこんっていう出方は、じゃあどうなんじゃないかなって思ったけど、知らん。やった、危なかった、危なかった。はい。というわけで、今回は何度か帰ってくれました。どうしようかな。
こんだけいいもん手に入ってしまったよ。もうここ放棄して家でも建てようかな。他の入り口からまた地下に入ろうかなって思ったけど、まあその時その時で考えてみます。はい、とにかく今回はお疲れちゃんでしたね。お疲れ様でした。じゃあ今回はこの辺でお会いさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。 See you again.